富坂に出島のチアリ、ムちゃん、サクさん、ヒルマ、そして切り札役ザ翔太郎です。ゲームマスター。いやー、なんとなんとですよ、今回ゲーム役のザ翔太郎お越しいただきました。ありがとうございます。ゲームやったー。ということで今回ね、あのアニメのロストについては前回語っていただいたんですが、見てくれたかな。今回はこちら、ダーン、10月5日発売、キャラプリデンデッキデュエルマサスロスクリスタルブライダル。いや、そうなんですよ、クリスタ、そうなんです、クリスタということで、こちらキャラプレミアムデッキということで、まあ、はい、第1弾がね、はい、ドラムズありましたね、はい、イエイ、ドラゴン。今回はですね、このデュエルマサスロスト、そう、うん、キャラプレミアムデッキでございますという、うん、はい、クリスタちゃんがめっちゃ入ってるんですよ。すごい強い自立的になってるんですが、はい、今日はね、それの無改造対戦と、はい、最後にまた枚数分かりますよというのをね、いつもやってるんですけど、やりたいと思うんですけど、なんと今回は、はい、宇沢さんに使わせていただきます。回していただくという。めちゃめちゃすいません、とってもいらっしゃって。いやいやいや、ね、裏推奨のやつですよね。裏推奨のやつ。ちなみに、ね、普段って使います？いや、僕もう本当にね、アビスばっかり握ってるので、あ、そうですよね、あの何回か使わせていただいたことはあるんですけども、はいはい、でもちょっとね、あんま慣れてないのでちょっと緊張してます。めっちゃ緊張してます。いや、ありがとう。本当、もう超正直にいきますよ。もう全然の正直ベースで、正直で、もうじゃあ早速対戦をやっていきましょう。いくぞ、はい、いやはい、ということで対戦準備しました。こちらクリスタルブライダルはなんとね、あのドラムさんの時もありましたが、中にね、デッキケースが紙の、めっちゃいい感じ、めっちゃかっこいい、色違いなんですね。そうですね、ちょっとロストっぽいダークな感じですね、なってるのがついてると。はい、はい、漫画の子も散りばめられてます。散りばめられておりまして、真ん中にねクリスタちゃんもきっちりおりましてでございます。こちらが入ってて、今それがこれなかったんで、それをまあデュエチブスリムにワインとして今でございます。うん、まあまあ、デュエチブスリムにキュッとあそこから出てきたと。そういうことか。じゃあじゃんけんで先行決めてもらいましょうか。はい、じゃんけん大事ですからね。じゃんけん大事ですよ。じゃんけん大事ですからね。いきますよ。最初はグー、じゃんけんチョキ。はい、クリスタさんの先行です。はい、それでは早速始めていきましょう。いくぞー、グバースタート。というわけで、じゃあ先行いただきます。お先入りましたよ。よっしゃはい、いないあ、でも相当でもこれいい感じ、いい感じ。一旦コードネームプラット、はい、チャージです。はい、エンド。はい、プラット出てきましたね。はい、佐々木さんまずね、これドラムスですね。はい、さあドラムスですね。キャラプレミアムデッキ対決、はい、もらいます。そうです。さあもらいます。ドロードロー、はい、おーい。あー嬉しい。ちょっとね、さっき練習させていただいても全然弾けなかったからね。トリガーもいらない。トリガー埋めますね。はい、じゃあトリガーいけー、こっちの星山のコードアシッドをチャージして、2マナ、はい、この私のために花を咲かすの。きたー、花咲か。自分の山札の上から1枚目を裏向きのまま、はい、ゾーンに置く、はい、はい、マナゾーンに置いて、エンドか、はい、はい、エンドですね。はい、あとは順調順調。あとは、まあ、ちゃんとクリスタルにイラストになってますよ。ウラリーライフ、ウラリーライフ、今だね、ウラリーライフ、ウラリーライフ、ウラリーライフ、確かにやってること同じだ。はい、で、終わりで、しるっとやってくる。はい、ありがとうございます。しるっとやってくる。はい、ドロー、ダッシュのクリス・アラカンをチャージして、はい、3マナ、3マナ、片マナ、同じ、はい、ダッシュのクリス・アラカンを、召喚。このクリーチャーが出たとき、自分のマナゾーンにあるカードを1枚裏向きにしても良い。はい、じゃあ、まあ、この子を、はい、この子を裏向きにしまして、はい、コスト2、うんうん、次回から減ると。うん、はい、態度です。はい、いいですね。まあ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 、順調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 。裏向きがね、まず作れればね。ね、裏向きね。3マナで。お清めシャラップ、まあねアビスの宿敵、アビス宿敵、こっちはあんま聞かない、聞かないですね。これやってもやらなくてもいい、一旦ね、まあ、一応ね、まだどうですか。あ、山札に加えてしまいました。加えてしまいました。加えてシャッフルですね。まあまあ、はい、で、ターン終了です。はい、ありがとうございます。じゃあ、もらいます。なんか、おちょいから引きたいね。あの、伸ばす系がね、伸ばす系がね、ドロー、ねえ、うん、いけないまあまあ、いけない。星山のコードアシッドをチャージして、アシッド、トリガーとにかく効いてます。また、うん、さあ、様々か、はい、クリスタラ感が。まあでも、これでもうそろそろ何でもですよ。まあ、ベリスとかもいいですよ。じゃあ、この子を、うん、はい、はい、両方あるんで、ね、うん、そうなんだね。はい、4軽減、次から、うん、エンドです。エンドです。はい、プラスで推奨ソウル3のやつがいれば、うんうん、まあ今もうおおむね15マナぐらいまでは出る。15マナぐらい出るよ。 4減るってことですね。4減る、4プラス、相当減ってる。なんでもじゃあもう引いてくれば OK。 じゃあ6マナで、やめてくれ。ギャイ、ギャイちゃん、まあ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 、かわいい、ギャイちゃん、かわいい。これ全部マナに置きます。イエーイ。で、
終了です。はい、ちなみに宇沢さん、ドラムスタートどなたが好きとかあるんですか。いやー、選べない。いやちょっとこれは言えない。あ、言えないか。ちょっとこれは言えないか。言えないの、宇沢さん内緒なんだ。あー、知らない。言えないんすけど、キャラとして、キャラとして。言えないですけどね。言えないっすけど、言えないっすけど。おー、なんか、はい、もらいました。これでもそもそも出ませんのか。はい、じゃあ、チャージなしでいいのか。13のスピンがつけます。あ、やばい。おってことは、さあ、自然な笑顔、はい、いけ。戦記の頂点、ベートーベンを。やばい、なんか入ってる、最悪入ってる。嬉しいね。ベートーベン出ました。まあ、コメント欄盛り上がってます。やったー。マッハファイターやん。やったー。出てたやん。出た時がまず、山札から3枚見る。はい、3枚見る。その中から好きな数のクリーチャーを表向きにして手札に加えても良い。はい。何って。何クリーチャー。まだこいつは結構強いですね。こいつ結構強い、ね。この子を見せます。進化ですね。はい。荒屋敷。荒屋敷。で、あとは裏向きでマナゾに置くと。さあ、これで2マナ、アンタップインですね。で、3マナ使えるんで。3、今3持ってん。このカードめっちゃ強いです。ギリいける。ギリいける。ギリいけるぞ。はい。そうね。あ、待って。あるやん、5。お、あるんすよ。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、まず、はい、悟りのクリス、荒屋敷ちゃんを召喚シード。出た時、裏目が使えます。出た時、また裏マナ、こいつ。はい、裏マナ水晶武装2で、裏目2個あるんで、カード2枚引けます。2枚引ける。引けるうわ、強い。はい、まあ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 、はい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 。ほんでもって、でまだ動く。ほんでもって奇妙の頂点、クリスバール。うわ、来た。召喚グラビティゼロですね。グラビティゼロで、5個裏マナがあれば出せる。まあ6ある余裕です。いや、余裕。コンクリじゃ出たターン相手プレイを攻撃できる。出た時、前世また無色カード1枚自分の墓地から手札に戻す。墓地ないね。墓地ないよ。さっき攻撃されたから。でもあれ自然の呪文だったの。確かに。ベートーベンでマッハファイター。はい、アタック。だからでもいけますね。いきますか。いきますか。いっちゃうか。クリスバールでトリプルブレイク。来た。じゃあこっち3点で。はい、3点。お、シールドトリガー、シールドトリガー。なんでだ。なんでなんでだ。アーシが、アーシちゃんから。はい、アーシ。まずアーシから来た。まず1個目をタップして、まず、マドに置きます。はい、これでそうして、そうして、そうしたらいいか。そして、そうして、そうして、そうして、どういうこと。じゃあマグマメガちゃんを手札に戻して、はい、かい、ベドウェイをまず選びます。おー、ベドウェイ選んだ。戻すにしたい。手札に戻す。はい、はい、でこれ戻してもいいし、エターナルカッパー大丈夫ですか。あるやん、エターナルカッパーちゃんが。耐えましょう。はい、表面にして、エターナルカッパーちゃん耐えますね。耐えた、耐えた。で、熊田鈴の破壊も、熊田鈴の破壊もこっち。はい、あー、耐えますか。耐える。はい、じゃあ耐えましょう。強い。まあ一応あれかアタックまだいけますけど、マーシはブロッカーなんで。そうですね、4000だから。エンドです。よし、はい、いや、もう耐えられてしまった。でも一応こっちまだゼリス残ってるんで。いや、エターナルカッパ優秀、ね、エターナルカッパ優秀ですよ、ね、非常に強い。相当いい勝負してな、これ。しかも今ベートーベンがタップ状態でいるので、うん、そうアタックされた時はそこに行かなきゃ、そこに行かなきゃいけないです。13 13マナで、でじゃん、ダーン。うわー、大変なことになってきた。山もう可愛いから許す。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 じゃあ宇沢さんもおっしゃっております。破壊します。破壊1万3000以下。ベートーベン以外、いや、こっちもこの3体ですね。はい、で破壊されて、すずちゃんの能力ですね。はい、相手のクリーチャー破壊された時、相手は自身の手札を1枚なんですけれども、だから全部選んです。いや、だから3枚分なんで、キャーッ。キャーッ。ベートーベンもう1枚あったのに。ひどいよ、ひどいよ、ひどいよ。オッケーオッケー。あとアタック自体止まってる。アタックはできないですね。そしてでもでもでも、ちょっと待ってよ。まさかここに何かいたらあるのか。嬉しいけど、くって言ってる。くって言う人なかなか見ないけどね。いやね、デューやりながらアニメではね、くって。もうアニメではもうくがね、もう、そうそうそう、音に出してね、あれ大事ですから。音に出してのくがありますよ。さすがにパワーやっぱ高いですね。そうですね。じゃあこれでターン終了です。だからここで何かいけば、何かいけば、アンタップ。さあ、なんか引いてほしい。下から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 めくれれば。そうですね。一旦打ちますか。一旦打ちますか。はい。ああ、なるほどね。黒なるほど。黒でしょうか。一マナ。じゃあ、行います。マナーマナーに置いて。一枚マナゾーンに置くと。さあ。おお、悪くない。さあ、悪くない。ついに来た。悪くない。セルブ名のカードが加えられる。まだ可能性があっ
で、これをこれ一回やられます。はい、じゃこれもいける。はい、これもいける。もう一回、もう一回、もう一回。でもってでもって、岩なで。まあなぁ、いけ、いけ、やめろ、いけ、いけ、ダメ、ダメ、いけ。さあ、これ自然残しといた方がいい。クリスタルディスティニー。来た。さあ、はい、を唱えます。4枚見て、上から4枚。さあ、ここで4枚見て。何何何何、無色カード1枚。おからの、どういうの。お、あーないとか、あーとか。そうこれ、ちょっとこれ一応いけるんで、これ結構強いかも。じゃあ見せる、これを見せる。これ見せて、この子を見せる。さあ、プロフェシー。プロフェシー。で、さあ、そして裏向きを作れますと。はい、裏向きを。まあまあ、なんか何でもいいです。シャブラクリスタル、はい、クリスタル、うん、にします。はい、でプロフェシーは革命ジャンのまたゼニスなんで、一応両方ともゼニスなんで、クリスバールちゃんがいけんのか。クリスバールちゃんからいけます。はい、クリスバールちゃんアタックしていくとき、革命チェンジ。きた。おー、真の頂点プロフェシー。はい、出たとき無色ではないコスト7以下のエレメントをすべて破壊する。はい、やった。あ、メガはね、13以下。メガ13、13、7以下、7以下。メガは13以下。メガちゃん以外。メガちゃん、しかし、サイズが。しかしこれをトリプルブレイクですよ。へへへ。あ、クワトル。ホストが…ザナミロー。ザナミロー。ザナミロー。やめなさい。そんなこと言わないやろ。そうじゃない。言わないやろ。じゃあ今のカットじゃない。あ、ミンク言わないシリーズ。絶対カットしませんよ。たまに俺…絶対カットしませんよ。たまに目覚ましを取るでしょ。たまにね。はい。はい。チェックお願いします。どうぞ。ないです。ない。ない。ないってことは戦記の頂点ベートーベンでダイレクトアタック。負けました。リオさんの勝利。いや、素晴らしい。素晴らしいですね。いや、めっちゃいい勝負。いや、素晴らしい。繋がりましたね。繋がりましたね。クリスタルディスティニーからフシーライフからね。素晴らしい。いや、強かった。いやー、すごかった。というわけで、このね、今回裏さえ回していただきはこの後、枚数を含めて公開したいと思います。では、枚数いきましょう。いくぞ。いやー。はい、ということで紹介です。はい、ということでこちらリコとね、ウラさんが回して勝利しました。はい、キャラプリーデッキデュエルマスターズクリスタルブライダル。今回こちら0文明と自然文明のデッキ。そうなんです。じゃあちょっと枚数をね、順に見ていきますか。見ていきましょうか。まずはこちらから、この私のために花を咲かすのだと。いやー、ということで、基本カードですね。基本カードのクリスタちゃんバージョン、これ4枚叩いてます。いや、4枚しっかり。ありがたいね。いいですよね、このイラストもね。うん、デュエルマスターズの世界観を感じるような。そうですね。続きまして、はい、これ新カードですね。クリスタルディスティニー。すごい絵柄が。これがね、すごい強いっすよね。すごい強い。後半になってもああやってね、宇沢さんが使われたみたいに、こういうの辺のカード持ってこれるし、結構ゼニスデッキってマナ家族と、要はフィニッシャー、ゼニスの役割がすごいはっきりしてるデッキなんですよ。なんで状況に持ってきたいかと結構違うので、こういうカード本当いつでも嬉しいですね。序盤にヒゲタコのシャングラクリスタルに最初にね。そうなん。しかも裏向けバロン作るってこれ実質マナ加速やったりしてくれる。確かに。本当に強いカードです。強いぜ。なんたら設計図は強いよ。なんたら設計図は強いよ。そうなんですよ。裏さんさすがよく分かってらっしゃる。こいつもかなり強いと。で、続きまして、はい、ピクシーライフ。こいつがね、はい、クリスタルのイラストになってます。かわいいですね。このカードはあのマナ加速して無色カードを回収できるっていうカードなので、まあ、基本的にはこの無色のゼニスとか、このマナ加速系のを回収できるし、裏向きマナもね、実は無色なんで回収できるギミックがありまして、ちょっとそこまで使いこなすとちょっとむずいというか、若干そのやり込み要素というか、駆使できるとめっちゃ強いカードです。だから例えばベートーベンあえて裏向きにしといて、これで拾うとかもできる。これぜひね、2枚だったんですね。2枚なんです。あ、そっか、4枚だと思ってた。ちょうど引けて、だから素晴らしいタイムをかけてました。なんかでもアニメのワンシーンっぽいですよね。ね、確かに。確かに4日からやっぱロスト始まるわけですよ。そうなんです。いや、ちょっとね、もうそちらもね、見ていただいたら分かると思うんですけど、はい、セイスくんのね、僕まだね、あの完成の絵はまだ見れてない。あ、そっかそっか。そうですよね。なるほどなるほど。ちょっとめっちゃ楽しみにしてるんですが、続きまして、これも新カードですね。これは命がけのデュエルなのですと。ということで、これは自然のマナ加速、裏向きで2マナ加速する呪文、かつガーズストライクっていう。はい、非常にスペック高い。出すときマジでガチで言わなきゃダメですよ。これガチです。これはもうクリスタになりきって。なりきって。なるほど。これはね、役者としては。僕はちょっとできないですけど。あ、できない。序盤で。なんで？できない。あれ？一回チャレンジ。これは命がけのデュエルなのです。おお。さすが。素晴らしい。使えますね。いう感じでクリスタも言うだろう。ちなみに別に言わなくても使えますよね。このカード使いますとちゃんと宣言すればいいです。はい、でもこれもね、裏向き2マナ加速なんで、ちょっと他のピクシーライフからこれ打ったりするだけでもかなり
これ実質テニスで言ったら6万分の加速になる、うんうん、非常にくるから、ね、ちょっと引きずってないクリスト、続きましてこちらもクリスタのね、はい、オリンクも映ってますけど、シャングリアクリスタ、このイラスト入ってるんですね、めっちゃいい、なにこれ、はい、こんなシーンあるのかないのか、どっちなんだい、漫画読んでるんだい、どっちなんだいって感じですが、まあ、これも本当に裏向きね、テニスデッキの、まあ、本当に中核のカードですね、非常に強力な、これは新キーラスですね、基本的にやっぱこの辺、2マナ加速からこれ打つのが一番最大値、はい、という感じで動きでございます。で続きましてクリーチャーゾーンに入っていくんですけども、まずダッシュ6です、アラカン活躍してくれた、今回吸い付いてましたけど、はい、これもめっちゃ強いですよね。裏向きマナ作りつつ軽減できるんで、うん、次の展開につながるよと。はいはいはい、まあもう3-0長いことある、うん、いや素晴らしい。で、これ新カード。悟りのクリスト、荒屋敷と。このカードめっちゃ強いんですよ、実は。強いですね。そう、うん。ちょっと地味っぽいんですけど、うん、あの使ってみると分かるこのカードのありがたさ。うん、そのまず裏向きマナ1個作るとありがたいです、ね、はいはい、でさらに裏向きマナ作った上でカード2枚引けるんで。カード2枚ドローがでかいっす。そう、でかいね。でかい。しかも3マナマナも、例えば中盤でこの辺のマナ加速とか、はい、あのサーチ呪文打ってからこれ出すとかできるマラコスなんで、間を埋める2アクション取りやすいっていう意味で非常に強力なカードかなと思います。裏向き作るってね、実質マナ加速って覚えばね、そうそうそう、うん、マナ加速しながらカード引いてるわけですよね。そうなんですよね、まあ、大体だから、うん、あのデュエリスチャージャーとかあのギャラクシーチャージャーみたいなもんだと思ってもらえる、確かに強さ分かるかなと、非常に使い勝手いいです。で続きはここからゼニスゾーンに入っていくんですが、ちょっと順番的にこっちからいきます。でかいよ、はい、まずこれ奇妙の頂点クリスバール出た、うん、これも新カードですね。こいつしてめっちゃ強い、いやグラビティゼロそう、意外と5難しいかなと思ったらすぐ5いきますね。かなり今回裏向きマナ作るカード強化されてるってはい、5も結構全然現実的なんですよね、うん、はい、なんでこれ出して打点にしつつ、まあ、後ほど言いますクリスタルランサーの革命にしてもいいし、はい、単純にこれを打点して突っ込んでも強いという感じでございます、はい、うん、そしてこちらねキャラプレミアムトレジャー出た、はい、このデッキ実はあのドラゴン娘のデッキと同じく5種類の新規カードのどれかがこのキャラプレミアムトレジャーになってるっていう仕様がございまして、はい、あのそれを全部クリスタちゃんが描かれてるね、クリスタが、はい、これクリスタいるんですよ、そう、はい、実はいるんです、はい、はい、で他のカードもねどんな絵がないか、これ5種類のカードはクリスタルデスティニー、うん、このこれは命がけのデュエルなのです、荒屋敷クリスバールタベラララさん、はい、ね、なるほど、いうことになりますね、気になる。で続きましてこちらね再録ゾーンですけど、はい、シーンの頂点プロフェシー、プロフェシー、うん、これも2枚入ってます、うん、これもね革命チェンジアンノウンまたゼニスなんでクリスバールとか、まあ、この辺から行ってもいいですし、はい、実は後で言いますけどトリガーがアンノーンなんで、うん、トリガーからカウンターにも使えるんですよ、ね、なかなか使い勝手いい、これ宇沢さん活躍でしたね、もうね、本当ね最高ですね、まさかプロフェシーがねまさかプロフェシーがね、おプロフェシーがプロフェシーがこの人そうだよ、そうじゃん、あっちのカードじゃん、そうだ、実はクリスタじゃないんだけど、実はクリスタじゃないんだけど、ヒッパー巨人だね、クリスタじゃないじゃん、そう、まだ一応確かにゲーム的なこと言うと、今回革命チェンジの切りが増えてるんで、はい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 、要はそのアクションに一貫性が生まれやすい、うん、あの革命チェンジを軸にしやすいんで、この2種類がある、確かに確かに、はい、という意味ではちょっと使いやすくなってるかなと思います、はい、そしてね、これ注目の再録ですけど、あ、はい、こちら1000キロの頂点ベートーベン、そうですね、こちらねパックのデスベルクリスタルってパックに入っておりましたが、はい、再録、しかも2枚がっつり入ってる、うん、豪華ですね、豪華ですね、2枚、はい、しかも今回またねこれね裏向きマナを作りやすくなったことで、このクリスバールと組み合わせ使いやすかったりとか、うん、そういうところもちょっと強化されるかなと思いますね、はい、あとは切り札ハエの王クリスタブララーさん、いやー出ましたこいつ、ちょっとねさっき使えなかったんですけど、そうね、引けてればかなりフィニッシャーになってくる、うん、で革命チェンジ全身持っていってワールドブレイカー、うん、それに出た時にお互いの手札を全部裏向きでマナに置かせる、出ただから1個前のやつと組み合わせたらエグいっすよね、エグいっす、エグいっすよね、かなりエグいっす、ね、はい、で裏向きマナを自分はたくさん作れるし、相手はまあ実質ロストソウルみたいなことをできてしまう、うん、しかもワールドブレイカーなんで打点も十分、裏向きの枚数より小さい呪文を止めるよっていう、本当に まさにフィニッシャー、そうです、ね、素晴らしい強力なカード、基本的にはこのクリスバールとかからこれを出すのを目指すっていう動きがこのデッキのまあ肝っていうか勝つ時の動きになるかなと思いますね、はい、はい、そしてあとはトリガーゾーンで、まあこれは本当にシンプルな1枚除去ってあのなんとかする系のやつですね、だから推奨ソウルに持ってるんでこのデッキだと結構出しやすい、手札からも使いやすい、はい、でさらにアラカンのコスト軽減も乗ったりする、乗るから結構簡単でできるじゃん、はい、意外手打ちで中盤これでごまかしつつ、まあプロフェシーの革命チェンジを使ったりとか、そういう動きも結構できるかなと思います。なるほどですね、ありがとうございます、はい、というわけで以上がこちら、はい、10月5日発売のキャラプレミアムデッキ、はい、デュエルマスドルソクリスタルブライダルでございました、はい、チェックしていただければと思います。
いますが、はい、どうですか実際小沢さん回してみて。いやー手加減しなかったんですか。手加減してないでした。本当にしてないです。本当はトリガーあったとかない。いやいや、私あのするタイプじゃないんです。3枚あったら3枚喜んで出すタイプ。バレてるからね。そうよかったよかった。じゃあよかったです。ちょっとどうでしたこのデッキは。繋がっていくのがやっぱ楽しいですね。そのやっぱ最終的にピクシーライフ君からあの繋がりましたけど、うん、確かになんかもっともっといろんな動きが本当にどっからでもいけるんじゃないかなってやっぱ思うので、そうですね、はい、本当はねなんか序盤とかにこう打ってってシャングリアクリスタルからねなんかの伸びたらすごいもっと広がりそうな。俺で唯一のリンク書いてあるカード。そうもう本当にちょっと残念ちょっと引けなかったんですけども、はいはいはい、まあでもね本当にだからいろんな戦略があって面白いなって、はい、いやありがとうございます。いや勝ててよかったですよ。素晴らしい。たまたまですよね。あんまりこう使ってないとおっしゃってましたけど素晴らしい。素晴らしい。はい、ありがとうございます。結構ねやり込みがいのあるデッキということで、皆様ねぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、今回ゲストにお越しいただきました役の宇沢さんにはですね、少し前ですねに上がりました方でアニメについてのね話もしていただいております。はい、そちらの方もねぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。そしてねもう一本上がります。はい、動画が何だろう、宇沢さんに出ていただく。何だろうな、全部投資法だけど。何だろうな、それはね明日、明日、明日、明日上がります。まだね、宇沢さんもどんなことやるのか、はい、楽しみにしていただきたい。何やんだろうな。何やんだろうね。どういうハードバッグ。まあ今日対戦やらせていただいたんでね。明日どうなんですか。全然かもしれないですね。はい、ということで皆さんぜひ見ていただければと思います。そして10月4日には、はい、デュエルマスターズロスト、アニメ始まります。ついにも見れます。はい。ことでね、基本的にメインはあのちょっと前の動画でお話しいただいたんですが、一言じゃあちょっと、はい、とんでもないおデュエマ史上本当にこれは本当にデュエマなのかと。おー本当にデュエマ、本当にデュエマ。第1話からもう本当にのめその世界にのめり込むことがもう、ね、もうその世界に浸っていただけると、うん、はい、もうすごく面白いものになってると思いますので、ぜひぜひご覧ください。ありがとうございます。ということで皆様ぜひチェックしていただければと思います、はい、ということで DayTube ではデュエルマスターズロスト見れますので、チャンネル登録、そしてこの動画の高評価よろしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。デュエル